横手市森林組合は、秋田県横手市に事務所を置く日本の森林組合。秋田県南部、東側の大雨山脈と西側のでは丘陵の森林地域約37,266ヘクタールを管轄する。当地域は横手盆地のほぼ中央に位置し、鳥海おろしの影響で雪が降りやすい地形により、秋田県下でも豪雪地帯であり。 冬季の積雪対策が課題とされている。豊富な雪解け水により杉の生育環境に恵まれ、では丘陵では奈良を主体とする紅葉樹林も広がっている。また、雪解け水は多量のミネラルを含んでおり、平河平野と呼ばれる田園地帯は稲作を、はじめ、有料な農作物が栽培できるなど肥沃な高地が特徴でもある。また、一級河川尾物川の水系は広がり、 夏場は、岩名や山辺などの渓流釣りや、あ釣りなども楽しまれている。東森林組合は、水資源の寛容、保険、文化、生活環境保全の上でも重要な役割を担っているため、持続可能な森林整備に力を入れている。小規模組織を広域化することにより、組合員へのサービス向上と、組合運営の向上を図るべく発足したが、 未処理欠損金など財政難の関係から、平か総合庁舎内に仮事務所を設置し業務を開始。当時、県の重点施策として1万ヘクタール増林推進時代であったが、作業班の広域協業体制、林業機械等の装備の遅れなどから事業の拡大が進まず、また、自己資本が県内定位にあり、施設の充実と資本の強化が急務とされていた。 秋田県横手市今年度から業務の流れを再検討した結果、業務課と販売課を再統合し業務課長を第一課長、第二課長とする、総務課はそのまま、ありがとうございます。